おはようございます。西田渉です。8月26日土曜日いかがお過ごしでしょうか。全然収録しております。本日、こちら、ライカの写真展GAZEですね。今日はね、ちょっと在庫しようかなと思っております。もういよいよ、8月29日でね、最終日になりますので、まあ最後の在庫って感じかな。なので皆様とね、お会いできたらと思いますし、いろんなお話ができたら嬉しいなと思っておりますので、そうですね、13時、昼の1時ぐらいから在庫しておこうかなとは思っておりまして、で、まあ状況に応じてね、まあそんなに人が来なければ、それなりの時間で撤収しようかなとかは思ったりしているので、ぜひとも多くの方にお越しいただけたら嬉しく思っております。こちら、写真集GAZEね。これ、オンラインストアで販売しておりますので、よろしくお願いします。もう間もなく、在庫、予定販売数終了の予定でございます。こちらも、妻の写真集、ライカ Q2 の JPEG 日々。で、ライカ Q2 の JPEG での、撮った日々と、これは M11 とか R6 MAX で撮った GAZE Vol.7 もセット販売などしておりますので、何卒よろしくお願いします。あとは作品もね、こちら、写真展GAZE販売しておりますので、一点物で販売しております。ぜひともね、皆様の生活の一部に私の作品がお供できればと言いますかね、寄り添えればと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。というところで、本日なんですけども、まあ、人生においての失敗とはっていうお話ししてみようかなと思います。これ結論、人生において失敗って皆さん失敗してきました。まあ自分が理想としているものとかがうまくいかなかったら失敗とかっていう感じになるんですが、僕基本的に失敗はないと思ってて、何が失敗かと言いますと、要は諦めた瞬間に失敗が確定するっていう感じかな。まあもちろんですけれども、期間が決まっているものとかに関しては、もう再びチャンスがない。みたいなものに関しては明確に失敗っていうね、イエス・オア・ノーがジャッジが出てしまいますので、起こり得るかもしれませんが、ほとんどの物事と言いますか、僕らこう、まあ、学生から社会人になって自分で生活していくっていうようなね、仕事をしたりとか、自分で生活していくっていう風になってきますと、まあ、ほとんど全てにおいて、まあ、周りとかが期間が決められて、はい、あなたはもう絶対にこれはできません、やってはいけませんみたいなことっていうのは結構少なくなってきますよね。なので、例えば僕がの写真人生、まあ大げさに聞こえるかもしれませんけれども、一応僕なりには大げさではなく本当にまあ命がけでと言いますか、全てを写真に捧げて、生きているんですよね。この YouTube も結局は何のためにこの YouTube やってんのって言われたら写真のためなんですよね。日本の写真文化への貢献っていうところを、一番てっぺんと言いますか、大義として掲げておりますから、それに向けて、まずは、日本の写真文化への僕自身が貢献するためには、何よりもまずは自分自身がね、皆様にある程度の認知、そして自分の考え、思いっていうところを知ってもらわなければいけないと。なのでね、まあもちろん写真作品自体をね、一人で走って、で、西田渉がいなくとも、この作品がね、どんどん世の中に出ていくっていう、それがまあもちろん理想ではありますけれども、僕はね、そんな簡単なことじゃないっていうふうに、思ってるんですよね。なぜかと言いますと、総量が違うっていう。この、まあ、昭和の時代のフィルムの時代ですと、まあ、例えばさ、1日に全世界で撮られていた写真の数っていうのが、まあ、例えばさ、1万枚とか、まあ、10万枚とかだったのがですね、多分今だと、本当に1兆とか、わかんないですけど、53億人とかがいて、まあ、スマホ、すなわちカメラっていう風になりますと、何億台出てるかわかりませんが、その単純な掛け算ということで、何十億枚とか、何百億枚っていう数が1日で生成されてると思うんですよね。なので、昭和の時代に撮られた写真の総数が、もうこの令和5年だけで多分上回っているんじゃないかみたいな形になるので、確率論ですよね。もう分母がそれだけ写真の枚数がでかいと大きいと、それは1枚の写真の価値っていうものは薄まって当然っていう考え方。じゃあどういうふうにしてその写真をね、皆様にお届けしたり、認知してもらったり、そして写真をちょっとでもね、自分の作品として見てもらうことができるようになるかっていうと、結局属人性、自分自身が、まあ、前に出ていかないとなかなかこれからの時代はね、見ていただく、興味を持っていただくってことは難しいと思うんですよね。まあそういった、まあ関係もありまして、なので写真人生において、写真で生きていくって決めたからには、写真を、諦めることをしないっていうかね、どうやったら、もう、例えば僕だったらさっき言った日本の写真文化に貢献できるだろう。そのためにはまずは自分自身が、やはり作品を撮らなきゃいけない。写真を撮ってない人間が日本の写真文化への貢献なんて言ったって、机上の空論と言いますかね、口だけ野郎になってしまいますから、もちろん写真は撮らなきゃいけない。そしてその撮っている写真すらも、一人でも多くの元に、たどり着くにはどうすればいいか。自分が撮った思いを込めた作品が皆様にご覧いただくにはどうすればいいか。そして YouTube をやってみようとかっていうふうに、SNS など、要はレバレッジの効くような、そういった媒体を使って発信していくということになりますけれども、もちろんですがそこにも、過当競争といいますか、もう無数に SNS なんてみんなやってますからね。そこでどういうふうに、差別化といいますか、自身をね、知名度上げていくかっていうのは、僕は、たまたま運が良かったですね。本当に。4年、5年ぐらい前に YouTube やろうと思って、写真家、カメラマンとしての YouTube を5年ぐらい前に始めたっていう。で、それが、ある意味では構想して先行者優位、先行者利益みたいなところが、取れているっていうのが、実情だと思うんですよね。ですが、そこに気づいて行動を起こしたっていうこと自体がやっぱり強いですし、諦めずに、未だに、もう、同時に始めた人なんかは10万人さらっと超えて20万人とか言ってらっしゃる方もいると思うんですけども、YouTube をね。5年も続けても、贅沢ですけども、10万人、5年毎日2本配信してもやっぱりね、延べ人数で言うと、10万人ぐらいになってきてるんですが、一つのチャンネルでね、メインチャンネルとかで、今7万8,000人とかですかね。なので、ある意味ではそんなに伸びてないわけですよ。ですが、それを、考え方によっては失敗っていうふうに考える人もいるかもしれません。こんなに頑張ったけど、YouTube 伸びませんでした、みたいな。そこで、要は諦めたりするっていう。で、要は諦めですよね。なので、もうちょっと YouTube はちょっとなんか止まっちゃってますとかっていうね。SNS は最近、何々で、ちょっとやってないんですよねとか、忙しくてやってないんですよねとか。僕も今、狂ったように、ぶっちゃけ忙しいわけですよね。その、9月19日からカラーブ関西が、キャノンギャラリー大阪でやりますから、もう幾多のものを写真集も作りながら写真展の準備もし、そして企画もし、イベントもちょっとやりたいなと思うから、そういったイベントの企画もし、そして YouTube1 日2本撮りとかっていう、そして写真展、GAZEはまだ並行してやっておりますから、こちらの在廊もしっていう中で、そんな忙しいっつったら、忙しいから YouTube 撮れないなんていうのはもう秒でそんなことは成立するんですが、それでもやるわけですよね。諦めない。10万人いかなくても諦めない。っていうね、この諦めなければ結局は失敗はしないわけですよね。旗から見ればあいつ西田航1日2本、YouTube やってるのに中身が空っぽだから同じことばっかりやってるから結局伸びねえんだよみたいな感じで、思ったり言ったりする人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、でもその人多分1日2本やってないですよね、出してないですよねっていう話で。でも別に1日2本出すから偉いってわけでもないんですけれども、ただこれは僕が、さっき言ったね、自分の一番理念としている大義を掲げている日本の写真文化への貢献っていうところを一歩一歩前に推進していく、進めていくためには、絶対に必要なプロモーションの活動、自分の思いや理念、考えというところを、やはり皆様に届けなきゃいけないと。それが、再生が回ろうが回らないが、登録者数がいようがいまいが、とにかくやり続けるっていう。これが大事ですよね。諦めないという。だから僕の場合は失敗しないんですよ。自分の人生で失敗はないです。諦めることしないですからね。なので諦めるっていうよりかは、他にやるべきことがあって、時間は1日24時間、1年は365日しかない中でのリソースの配分っていう意味で、この物事はやめて次の物事をやるってことはあります。それは諦めるっていうよりかは次の物事が見つかってその時間というリソースの配分先を変えたっていうだけです。なので僕はこの YouTube の仮にですけれども、1日2本配信を1日1本配信にすると。それはそれでその1本配信にする代わりに何がしかが絶対に次の自分の日本の写真文化への貢献につながる何がしかが見つかった時にさっき言った24時間。1日24時間の配分、時間の配分を変えていくだけっていう風になるかなっていうところで、とにかくですね、皆さんはもう、できない理由とかはあんまり考えない方がいいかなと。やらないんだったらやりたくないだけで、それはそれでよくて、ただ、人生においてね、失敗とかっていうことはまず同義語として何かを諦めたっていうことと同義語だと思っておいてください。なので基本的には人生に失敗はないんだと。その自分自身は基本的に諦めるっていうよりかは休んでるとかね。まだやってますよ。でも今は休んでるとか、そういうマインドセットを持ってね、物事に取り組めば、要は僕も西田塾生の皆様とかによく言うんですけど、西田塾とか全然やめてもらって結構ですと。その代わり写真だけはやめない努力をしてください。西田塾なんつうのはね、またやめてもまた戻ってきて、いつでもね、そうやって行ったり来たりっていう、もうお店みたいなもんですから。なので、行ったり来たりしてもらえば全然いいんだけど、写真自体を休んでもいいんだよね。休んでもいいんですが、やめない。諦めない。こういった努力を、やめない努力をしてもらうことによって、結果的には自分の写真人生が失敗に終わったってことを言わずに済むかなと思いますので、あくまでも写真を最近撮れてないな、撮りたくないなと思った時には、写真やめたんですじゃなくて、お休みしてますっていう、こういう言葉尻に聞こえるかもしれませんけど、マインドセットでの考え方っていうのは自分の捉え方、物事の捉え方っていうのは非常に重要ですから、この辺をね、意識して、写真に取り組んでいただけますと、皆様の写真人生が非常に豊かになるのではないかというご提案でした。というところで今日もお疲れ様お過ごしください。西田あたるでした。どうも。